はいどうも、森川愛と鈴木源太郎です。今回はですね、はい、僕いつも結構 TikTok を見るんですけど、ふとあのアラフォーのプロ歌手の方々に TikTok で流行ってる曲を聴かせたらどんなリアクションをするのかっていうのが見てみたくなったのでカメラを回しました。あんまり TikTok 見てないっす。ですよねなんで今回はちょっとお二人の反応を見ていこうっていう企画になります。はい。で、TikTok で一番再生されてる曲はあのジャパンビルボードが毎週定期で記事を出してるので、ちょっとそこから拝借して今回お二人に聞いてもらおうかなって思います。まず第3位はグッバイ宣言です。グッバイ宣言、はい。どんなやつだっけ。って感じですよね。ってなってしまう、はい、ごめんなさい。じゃあ、はい、ちょっとグッバイ宣言今流すんで、はい、ちょっとそれ聞いてもらってもいいですか。はい。いいねっていう感じです。まあ、イントロ あのリズムがすごいいいよね。でレレ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 レって言えてないけど、その感じがあの流行るんだろうなっていう感じはするんですよ。こういう感じ。いや古いのかな、こうやってやることでペンライトをこうやって。あ、ちょっと古いっすね。はい。ダサいっす。俺じゃないじゃん。鈴木源太郎がそんなペンライト振るとこ見たくない。私思いっきりやりますよ。それはそれでね、一生懸命。さっき言ってた泣きのメロって何ですか。泣きのメロはね、なんていうで、いわゆるちょっとこう切ない感じ の泣けるメロディーっていう意味になるのかね、うんうん、あれね、うん、泣けるメロディー。であのコード進行とかもなんかちょっとこうあの切ない系のマイナーコードみたいなのがこう入って。へー。どういう曲っぽいコード進行とかって、まあ、椎名林檎さんとかが対応してるコード進行。テンポがすごい速いから、うん、にぎやかに楽しく聞こえますけど、うんうんうん、歌ってるメロディーとかコード進行自体はすごい切ない感じね。あってすごい悲しいでしょ。なんかだってバラードにしてみたら分かるよね。確かに。もともとの歌詞もこの世界にさようならって言ってますからね。あ、そうね。確かに。悲しい。それは無理やりテンポ速くして悲しさが出ないようにネガティブに歌ってるみたいな感じになってるのはあるかもしれないですね。そういう感じなのね。確かに、うん、でも日本人ってあの泣きのメロやっぱりすごく好きなので、泣きのメロも大体流行ってる曲、うんうん、泣きのメロが多いんだよね。へ。多分もともと演歌とかさ、そういう類もそうだと思うんだけども、うん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 、切ないものが心に響く人種なんですよね、日本人、うんうんうん、どっちかというとそういうものかなと思いますけどね、うん、なるほど。第2位、ででん、 I love you です。お、お、はい、ちょっとこれも流しますね。尾崎豊じゃなくてもうストレートな世代だよね。僕も好きっす。 I love you。 そう、分かってんのに言っちゃうやつよね。今だけは歌いたくなっちゃう。じゃあこれもいきますね。はい、お願いします。好きすぎて会いたい、すぐに会いたい、気持ち隠せない、だからして動かしたりとか。あ、そうそうそう、ね、でカップルのイチャイチャとか、そうそう、カップルにイチャイチャね、させてるこの動画にぴったりな曲って感じだもんね。確かに、まあ、好きすぎて会いたいですからね、そもそも歌詞がね。そうそうそう、なんかこう好きみたいな、お互いラブラブみたいな動画にも合うぴったりの曲なんでしょうけど、ね、うん、最初にレゲエって言ってたと思うんですけど、じゃあれってなんかじゃじゃ
ャンってやつ、ジャン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 っていうこのリズムですよね。うん、リズムがレゲエなのと、コード進行がか、もうベタなあのカノリのね。うんうん、ねね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 ねまあ一応こうね、あの大体ピアノでなぞる、まあ古典的なコード進行、でもあとねシンセの音がすごく特徴的で、あ、そうですね、パッパッパッみたいなあれいう音を、特徴的な音を作れるっていうのは実はアレンジとしてはすごく能力がすごく高い技術だと思います。あれがあるだけで、あのこの曲っぽさって実は出てますし、ね、ミックスでしたっけ、これはすごいと思いましたそうなんですね、技術力の高さもある曲だったんですね。そう、やっぱ決まった楽器じゃない、あのシンセサイザーの音ですけど、あれはとか、なんかこう上げ下げ、うん、音程下げて上げたりしてっていう風に使うっていうのは、それで曲の特色を出すっていうのは、なかなか狙わないとできないものなんで、うん、そうだからイントロを聴いた時に、あ、あの曲ってなる印象的なシンセの音、そうですね、そう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 、うん、オリジナルのシンセの音だからこうね、作り出すのってすごく難しくって、ね、よく今まで使われてないような感じの音色、うん、結構ちょっとうわってこうね、あのひねらせて、うん、ね、あのイントロ作られた感じがかっこいいね。ただのレゲエのアレンジだったらなんか通り過ぎちゃうもん、多分これカラオケだけ聴いても、あ、I love you の、あ、これじゃんみたいな、わかる、なりますね、そういうサウンドを入れてるっていうね。で、しかも TikTok なんで、こういろんな曲が流れてく中で聴いたことないような、うん、その技術力のすごい高いシンセが入ってて、うん、どんどん流行ってったっていう感じなんですかね。特徴的だから、あ、なんかこう、ね、楽しくもなりますしね、すごいな、その戦略的な。でもあれだよ、あのメロがやっぱさ、すごく印象的で、頭に残るメロっていうのって作り方は、まあ、あると思うんですけど、はい、好きすぎて会いたいっていう このフレーズと、この好きすぎて会いたいっていうこの歌詞がもうバッチリハマって、みんなの頭の中にこうなんとなく残っちゃうじゃないですか、うん、だって今曲流れてないのにさ、なんとなく頭の中に顔が、うん、好きすぎて会いたいって流れちゃうの、うん、そういうこう印象的なメロと歌詞だからだと思うんだ、このバッチリ、ね、それってなんか根拠じゃないですけど、なんかそういうのあるんですか。ね、感覚だと思うね。一度聴いたら忘れられないメロディーを作る森川彩からするとですよ、はい、感覚じゃないだって。そう、だから歌詞、ね、メロディーがあってそれに後から歌詞をつけようとするとなかなかハマんないんだけども、うん、こう特徴的なその言いたいそのフレーズを好きすぎて会えないっていうのを、うん、多分ほぼ会いたい好きすぎて会いたい、多分もう本当に言葉を想像しながらメロディーも作るとそういう風に近くなっていくと思うんですね。言いたいこともメロディーもはっきり伝わるっていう風に、うん、じゃあ次は第1位、はい、デルルルルルシルブプレプレジデントです。それは知ってるあのほら Spotify の急上昇ランキングみたいなやつが入ってた。じゃあちょっとシルブプレプレジェントも流しますね。はい、いきます。こんな感じですね。あのもうすごいこれベタベタな感じの、うん、あのラストのところで使うメロディーなんだけど、なな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 なってねえでででっていうこのなんか終わりの時の使うフレーズじゃないですか。それはまあメロディー使ってるっていうのはなんかこうアニメーションならではのフレーズなんだけどね、多分ね。ねえねえねえね。昔のアニメのエンディングっぽい。そう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 。なんかティーティル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 ティとかっていうイントロでも使うよみたいな。懐かしいね。懐かしいでしょ。ティル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 
みたいなさそう、こういうメロなんですよ。だからそれもてれてててれてれてれれてふーみたいな、なんかラストに持ってきて、でこうなんかダン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 で、こうダン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 最後に付け足したようにてて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 てってこうつけるっていうね。それはでもまああのなんか映像としても面白いし、すごくキャッチーなフレーズだし、アニメーションとかにはすっごいマッチするもんね、この、うん、ね。歌詞が怖いんだよね、だけど。あ、そうだよね。なし、島流しでしょ。はい。消してしまう。あと。まず濡れタオルとかある。そうですね。濡れタオル。息ができない。そうそうそう。すげえ怖いと思っちゃう。今この辺画像出てます多分。危ない危ない。うん、殺される殺される。怖いやつでした。うん、あれはね、こういうのが好きな人大体ド M なのかもしれない。そしてね、ツンデレに弱いとかさ。ピーマル様になら、そう縛られたいとか。あ、そうそうそう。揉む受けたいとか。そうそうそう。ですね、そういう感じですかね。確かに全体的にファンタジーなね感じだけど、そんな感じでした。 TikTok のベストソング、はい、キャッチーだねやっぱね、うん、TikTok の踊れる感じでこうね、そうですね、うん、確かに今の曲ほとんど踊りが出てますからね、やっぱりね、はい、第3位と第1位とか特にもう踊りみんな踊ってみたいな感じの曲ですね。みんな踊りたいんだね。まあ、コロナで家にいるからっていうのもあるかもしれないですけどね。あ、そうだね。グッバイ宣言とかまさに引きこもりの曲なんでね。でしたね。そうだね。はい、みんなの気持ちをこう反映してて、でそれをこう家の中でみんなでこう踊って楽しむっていうね、少しでもこうなんか、うん、家の中でも明るくみたいな、それをこうみんなで作っていってるって感じると、ちょっと TikTok をあれだね、うこう、あ、みんな生きてるなってみんな楽しそうだなってなるからいいのかもしれません。そうだね、一人でも楽しんでるっていうことですもんね。ね、これを機にお二人も TikTok 始めてみましょうか。踊れる気がしないんだけどもうすでにできてない。グッバイ宣言。違う、なんか違う。ダメだ。無理せず頑張ります。それではありがとうございました。また次回よろしくです。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。